こんばんは、酒坂大輔です。ショート動画のね続きを作らせていただきたいと思います。ショート動画ですねアップした後に今日ですね藤枝マイ FC のお試合がありまして、今日首位の松田との一戦がですねホームゲームであったので参戦してきました。藤枝マイ FC っていうのは島田市もホームタウンになってるんですね。なので、応援しています。で今日の、ね、中学生の話なんですけど、インスタグラムとフェイスブックにも書いたんですけど、今日ですね、掛川の子ども食堂、誰でもみんな食堂っていうのに参加したんですね。朝、8時ぐらいに掛川に着いて、おにぎりが子ども食堂なんで、小学生無料なんですよね。すごい炊きたての美味しい、すごいその健康にのお米を使って、無農薬のお米を使って煮た。お米が、大人200円で中学生以上100円なんですけど、小学生以下は無料なんですね。誰でも。で西郷ファームっていうところでやられてたんですけど、すごいね人もたくさんいて、でラーメン無課長ですよ。無課長で1杯500円で、その500円とあと200円が おにぎりにきんぴらごぼうと卵ついてるんですよ。それで200円なんですよ、大人。これ安いですよね。でそこ行ったんです。で帰りに、まあ、琴ノ間八幡宮さんというところに私よく行くんでね、遠州一宮琴ノ間八幡宮さんですね、で寄らせてもらって参拝したんですけど、ちょうどねそこね今日琴ノ間八幡宮さんは、お祭りでした。でそこでまあ参拝して、で帰ろうって言った時に子供がですねお腹が痛いと言うんで、まあ、コンビニないんですよ、結構進まないと。でそうした時に島田と掛川の間に鞘の中山って言って、その子育て飴って夜泣石っていう石があるんです。まあいろいろ省略しますけど、でそこにその子供にこう夜泣くんでこう飴をくれたというか、まあそんなような、まあ、大枠で言うと、でこう飴が、その水飴が売ってるところがあって、小泉屋さんっていうところなんですけどね。でそこの小泉屋さんに寄ったんですよ、トイレ行きたいっていうから。で僕アメリカを子供と2本、自分の子供のやつと自分のものを買ってですね、お店の中にいたら中学生が2人外にいて、チャリでなんか空気入れてるんですよね。で1人の子がガーッて来てお店の中に行って、水飴くださいって言うんで、どこから来たのって聞いたら、今日朝4時に、清水から来ましたって言うんですよ。どこ行くんですかって言ったら、浜松行くって言うんですけど、まあ、朝4時に出て、清水まで6時間かけて、清水から掛川まで、朝4時から6時間かけてそこなんですよね。でそこちょうどっていうよりも、まあ6時間、あと4時間ぐらいかかるんですよね、多分チャリだと4時間以上かかる、4時間ぐらいか、かかるんですよ。でも行くって言うんで、あ、じゃあ頑張ってねなんて言って、たらその子が店で飴くださいって言うんで、ああいう、さっきも言ってましたけど、でいいおじさん買ってあげるよっつって、おじさんお金しかないからさって、お金ないんですけどね、100円なんで1本買ってあげるよっつって、マジですかありがとうございますっつって言ったら、子供言って、その子がおじさん優しさだ、お金だけじゃないですよ、優しさもあるじゃないですかなんて言うもんで、何この人、この子めっちゃすげえこと言うなっつって、そしたらちょうどそのもう一人の子が来たんですよね、店の中に。でその子はいらないって最初言ったんですけど、なんかおじさんにおごってもらったよって一人の子が言って、でちらってこっち向いたもんで、じゃあ僕もなんか欲しいかっつったら、はいって言うもんで、じゃあいい子買いなよっつって言って、で1本くれてあげて、1本っていうかね、それでちょっと話したんですけど、もう3人で来て朝4時から出発したんですけど、1人脱落して、もう2人なんですよその時点で。でまだ行くっていうもん、そうなんだ頑張ってねっつって言って、で自分のがトイレ入ってたんで全然その子になってないんですけど、でその水飴食うのも結構時間かかるんですけど、早々に食べて、まあ写真撮って、それ早々に食べて、そこってこう山なんですけど、で自転車空気まあごめんなさい順番があれなんですけど、食べ終わったらもう速攻、おい
ごちそうさまでしたーっつって、その結構ある坂を、あの中学生の乗るチャリって普通のチャリですよ、ロードバイクじゃないんですよ、普通のチャリなんですけど、シャーっつって2人ですごい勢いで行ったんで、あ気をつけろよーっつって言ったんですけどね、まあ、そんなことがありまして、なんかすごいコミュニケーション能力の高い中学生に会って、もう最高に面白かったです。はい、まあ、ちょっとなんかその出会いがね楽しかったなと思ってます。で今日ちょっと動画作ってるんですけど、ショート動画じゃなくて昨日のちょっと続きの話をゆっくりしたいなと思ってます。これ、新型コロナインフル、コロナインフル県内同時流行の兆しということで、って思いますよね。ウイルス干渉、昨日のショート動画でも言いましたけど、ウイルスは一つのものが流行ると同時に流行らないって、これずっとね言われてたんですけど、流行るよみたいな。で本当にだからこれどういうことかってことを考えてもらいたいんですよね。だってちょっと1年ぐらい前は全部検査してて、いやコロナだってやってましたよね。1年半とか2年ぐらい前はね、インフルじゃない、全部コロナだみたいな。今となったら同時流行の兆しって、これね僕ね、やっぱりこうマスコミのあり方っていうかちょっとおかしいですよね。もうしっかり冷静に物事をやっぱ判断する目がないと、もう釣られちゃってあれですよね。なんだろう、芯を持つっていうか、情報の精査って、まあ、もちろん僕も全てが正しいとは思わないですよ、思わないっていうか自分の思ってることが正しいとは思わないんですけど、やっぱりその冷静に情報の精査はするべきかなって思ったりします。それと今日ですね、今日のこの新聞なんですけどね、これ一面が静岡新聞ですね。外国人材受け入れ、県内首長必要 78%、 人口減、人手不足背景にって書いてあるんですけど、これね僕もうこの時点でなんで首長が必要って答えるのかが僕分からなくて、民間の人が言うなら分かるんですけど、だってまあもちろんその市の運営で運営っていうか、まあお金出してね、おじいちゃんおばあちゃんの施設ありますよ。だけどこれ人手不足っていうのは民間の方がより感じてると思うんですよ。だけどなんで首長が必要って答えるのかなって、ちょっと僕意味が分かんないなと思っていて、それとまあこれの中でね、これ見たらこの青いところが必要って書いてあって、島田市、僕島田市じゃないですか、その他になってるんですね、首長の答えが。まあ なんかあったのかな、なんかあったのかって、どういう考えなのかなってちょっと若干気になるところではあるんですけど、よくわかんないですよね。でしかもね、思ってるのは人口減、人手不足背景に、これが、だからなんで外国人が必要なのかって話なんですよね。ちょっと違うんじゃないかなと。でこれ読んでいくと内容を、なんか話おかしいんですよね。話がおかしいっていうか、まあ、ちょっと話違いますけどね、今市議会では予算決算の4年度の使い方が大丈夫だ、予算の使い方大丈夫だったのかっていう予算決算の審査してるんですけどね、資源を減らすためなのかな、紙をやめてなんかこうやっぱデジタルにしていくみたいな。だけどそのデジタルの管理するそのソフトウェアのお金めっちゃ高いんですよ。いやこれ紙でやった方が安いじゃないのみたいな。そのデジタル化することによってめちゃ予算上がってるから、それがしかも市民のためになってんのって話で、市役所のとか、まあ、それ市民のためになってるみたいな、そんなね風に感じちゃうんですよ。行政って市民のため考えるなら行政の予算がありますよね。で行政の中の業務の効率化のために紙資料を出さないって言って、その代わりソフトウェアのお金バンって上がって、
って思うんですよね。まあこのね、人手不足背景っていうのも内容を読むとちょっと大丈夫かなって思うのがあって、どこだったかな、人手不足だ、人口減で人手不足だから外国人入れなきゃなんないけど、法整備とか財源の確保とかしなきゃいけないと。だからその外国人を受け入れるために何かこう体制を整えなきゃいけないみたいな、えってなりますよね。人口減っていくなら人手不足もそこの部分のところで、まあもちろん過渡期があるんでね、そこでこうすぐその耐えられずっていうかね、外に外国人に必要だってやって、じゃあ外国人に住みやすくするためにって言うけど、その前に日本人が住みやすくならないとしょうがないと思ってますし、僕はね、ちょっとなんかこうやっぱずれてんのかなって思うんですよね。そもそもこれなんで首長が外国人が人材受け入れが必要だって言って、それでこれ多分補助金つけてなんかすると思うんですけど、なんかねやっぱちょっと違うんじゃないかなって思ったりしますよね。本当にそんな風に、なんだろう、ちゃんと考えないと、もう本当テレビとかこの、マスコミの誘導っていうかね、これに踊らされないようにちゃんと考えたいなと。場当たり的に考えるんじゃなくて、しっかり考えていった方がいいって思いますよね。まあ今日はそんな感じで自分の思いの丈を話させていただきました。ちなみに今日応援行ってきてですね、首位が町田で、前節が17位だったんですけど、すごいいい試合をして引き分けで終わってます。そしたら今日はこんなとこで終わりたいと思います。しっかり皆さんで考えます。あ、そうだ、なのでそのマスコミに、僕テレビ見ないんですね。でテレビってこう何もない時にこう聞くと入っちゃうじゃないですか。なので本当にテレビももう見てないんでね、まあ本当はダメなのかもしれま、知りません、あ、知れないんですけど、もうアンテナ取っちゃいました。もうテレビのアンテナを取ってしまったので、もうこの家ではテレビは見れなくなっています。まあそれでもういいかなと思っています。はい、だったら静岡新聞を読んでいきたいなと思っていたりします。はい、ということで今日は少し長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。またできる限り毎日ですね、崖っぷち議員、そうですね、崖っぷち議員ってやっていこうかなと思ってるんですけど、自分の考えとかをお伝えできる場にこの YouTube していきたいなと思っております。それでは皆さん、長かったですけどお話聞いてくれてありがとうございました。下げ坂大輔です。崖っぷち議員下げ坂大輔です。おやすみなさい。